かえり、南明子です。もう2023年半分が終わりましたよ。ということですね、2023年上半期本当に買ってよかったベスト10、これをねやっていきたいと思います。今回はですね、2022年本当に買ってよかったベスト10ということで1年を通してご紹介しましたが、今回はですね上半期と下半期2回に分けてご紹介していきたいと思います。と言って下半期なかったらごめんなさいね。今回もカテゴリー別関係なく、まあ、ファッションだったりコスメ家電などをねご紹介していきたいと思います。そして番外編やおまけなどもありますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。第10位、デンドゥルルデンジャラン、こちら韓国海苔。これはね、新大久保のソウル市場っていうスーパーで買ってるんだけど、本当にね塩加減と油加減が絶妙なのよ本当に。でもちろんこのままでも美味しいし、冷麺に入れたりサラダとも相性もいいし、釜玉うどんとかに入れても美味しいんだよね。これをさ、テーブルとかに置いとくわけじゃない。そうするとさ、もう子供たちがさ、バリ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 食べて、もうやめなさいって言うまで食べ続けるっていう。でただやっぱりこう海苔だから、ビタミンだったり食物繊維、タンパク質、あとなんかミネラルとかが豊富なわけじゃない、まあ、お菓子を食べるよりはいいかなと思って。でこれさ、海苔 100% にコーン油、エゴマ油、食塩だけで味付けしてあって、と香料とか防腐剤とかも使われてないのよ。とっても良き。これはその新大久保に買いに行くときに、これね8缶から10缶買うわけよ。大きな登山リュックに全部缶を詰めて今から韓国行くんですかみたいなスタイルで行くんだけど、調べたら普通にネットで買えるわけよ。今の時代ネット最高ですということで、今後はネットで買おうかなと思ってる韓国のりでした。第9位、デン、ドゥルルルルルルデン、食べかけだけどこちら、モザイクかかる。ねえ、なんで鼻からの本当にやめて何、お風呂上がりモザイクかかるからいいよねっていう問題じゃないんですけど、パンツ履いてなんだっけ、やり直して。こちらカルディで買った明太子なめたけ食べかけ。この間さ、ご飯のお供を探しにカルディに行ったわけよ。でお店の方に何が合うかなっつって、どんなものがおすすめですかって聞いたところ、3つ4つ教えてもらって、で全部買ってきたの、そのおすすめを。え、はい、何が条件です。いやそんなにしないけど、くっさ、しょうがない今の時期は。で3、4個買った中のこれが一番美味しかったね。そう、このね明太子なめたけ、これすごいんですよ。何がすごいかって、この前ね私あのココナにチャーハンを作ったんですね。手間暇かけて、でまあ味変しようぜってこれ入れたら全部この味になりましたそのぐらいパワー持ってるこのなめたけ、美味しいんですよこれ。そう、明太子とキムチのこのピリ辛な感じに、このなめたけのこの甘じょっぱさと、この食感がいいよね、うん、この食感がいい。なめたけなんていうの、ちょっとこうシャリじゃないけど、うん、あの食感が良くて、あ、匂いがいい。あ、美味しい。これだけで何杯いける？3杯いける。豆腐にかけても美味しいし、サラダにもかけても美味しいし、あ、そうめんも美味しかった。あ、そうめん美味しいだろうね。そうめんに絡ませて食べたの美味しいし、あとは焼いたり蒸したり茹でたりした普通の鶏とか豚とかにもこれで全部じゃん何でもいけるでしょ、海苔にも乗っけても美味しいし、ね、でも一番のおすすめはやっぱりあれよ、何だと思う？白いご飯。うぅさすが、よくわかってる。でもパスタにも美味しいっていうレビューがあったから、ちょっとほらパスタ好きなパパ、まあ、ということで、なんか他にもこんな食べ方がある、こんな食べ方美味しいよっていうのがあったらコメント欄にぜひ教えていただきたいです。はい、こちら明太子なめたけ私のおすすめはこの T シャツです。いきなり始まったの、これね、ユニクロの。え、脱ぐの、ちょっとあなたそのやめて、そのかユニクロ U の、見て、これ肌触り、肌触り、噛みすぎ、何を言ってるか分かんないんだけど、ね、全然分かんない。すっごいサラサラ、あの生地が滑らかだよね。滑らかでね、普通の硬いのを着られなかった。あー、柔らかくてね、もう硬いやつあんま好きじゃないから、うん、これめちゃくちゃいいです。本当にこれめちゃくちゃいいので、2着買ってもらって、もう2着買ってもらいました全部でうちに4着あるっていうね、はい、これめちゃくちゃいいです。ほんといいよね、うん、首のちょっとちょっとお腹かんちゃった、これほんとだらしないからな、ほんとにやだ。で、シワにならないんですよ結構ね、うん、ほんとシワならない。洗ってアイロンかけてないよね。かけてない。なに、うん、全然シワならないし、この袖丈とか丈感もいいよね。もういい、長すぎず、長すぎず。なんで繰り返してんの、2回言う。首のつまりとかもいいよね、これこれもいい、飽きすぎないで。この首のつまりもめちゃくちゃいいです。私言ったよね、それ。ほんとにこれおすすめです。ぜひね、ご主人に買ってあげてください。多分喜びますんでね。ということで、2023年上半期トムが買ってよかったベスト何の何？ベスト1の2。ベスト1の2って何？意味が分かんないんだけど、ベスト1ってことは1つしかないじゃない。でも2なの、それ2なの、そんだけおすすめしてて。分かんないんですけど、はぁ、ついちょっとクーラーかけよう。あんたが来て本当に温度が上がった。ここの番外編やるからね、続けて今
わ。分かった。で、含んで。え、まだコーヒーだもんだって。先生、涙だけ。はい、じゃあ番外編ということで今口に含んでますので、こちらを滑りしたいと思います。5ミリ今86本あります。ティッシュ髪の毛ヘドロを密着して溶かすパイプユニッシュ16分買うぐらいいいってことでしょ。そうだね。以上でした。パイプユニッシュはぜひ見てない方はこちらの動画をご覧ください。こちらでね、なぜうちにこんなにあるかということを紹介していますので、ぜひこちらをご覧ください。え、まだ来たの？また来たんですけど。これはね、本当におすすめです。ヒロのクレイハンドソープ。あ、これはいいね。これいい。ちょっとやってみて、はい、え、まだハンドソープ開けたし手洗わなきゃいけなくなるじゃん、これねえ。本当いい匂いだよね。このつぶつぶしてるんだけど、つぶつぶがね、つぶつぶが入ってる。そう、なんか汚れが落ちてる感じするよね。なになに、汚れが落ちてる感する。汚れが落ちてる感する。めっちゃいいね。で、この辺まで行っちゃってね、ね、白のホワイトリリークレイハンドソープ。クレイっていうのはね、火山灰って意味らしいです。スクラブ成分としても配合されているホワイトリリークレイハンドソープ。してやる、いい匂い、めっちゃいい匂い。使ったことない方は使ってみてください。本当にいい匂いです。コスパ最高です。はい、コスパ最高。じゃあ以上です。してんの？うん、分かんない。さあ気を取り直して第8位でん、でるるるでん、タンクトップ。もうこちらは動画で何度も何度も出てきているので、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、こちらはユアーズさんとコラボで作らせていただいたラウンドネックシンプルタンクトップ優勝。本当にこれ優勝です。8位だけど優勝。本当にこれはね、マジで着てない方はぜひ一度着てみてほしい。カラーはオフホワイト、ブラック、モクグレー。サイズは SML の3サイズ展開です。すごい薄手なのよこれ。もうさらっとした薄手で肌触りを柔らかく、ほん本当に滑らかなわけ。もう滑らかって言葉が一番ぴったりだわ。これ滑らかなんですよ。こちら本当に滑らか。そんでもって見て、伸縮性はすごいし、もう着心地最高なわけ。この首元、この脇周りなどね、本当に計算して作ったアイテムなんです。もうね、本当に着てみんなこれもう着てみたら、あ、なるほどな、もう小杉さん言ってる意味わかるってなるから、ほん本当に滑らかで着心地最高。本当に夏だけではなくて、もう本当にインナーとしても着られるから1年着られちゃう、このタンクトップ。ちなみに私もう追加購入いたしました。ということで第8位はこちらのタンクトップでした。はい、じゃあ番外編ということでね、また来たよ、やっていきたいと思いますが、小杉さん、はい、なんか私ですね、今年一番買ってよかったなっていうものが一つありましてですね。パパなんですか？はい、それはこちらです。無印のスリッパ。何だし、この中が畳。畳だね。畳なの？何畳かなこれ。何畳かね。これがね、本当にこの季節本当気持ちくて、すごくね、汗をね吸い取ってくれる。本当？じゃ本当にこれはいい。で、匂いもつかないんですよこれ。全然匂わない。これでめちゃくちゃいいんです。ちなみに私は毎年無印で買ってるやつはこちらのスリッパなんですけど、まだ買って2ヶ月ぐらいしか経ってないけど、ちょっと黒くなってきたからあんまり見せられないんですけど、このスリッパ、このスリッパは本当によって、私3年ぐらい毎年このシーズン履いてるかなっていうぐらい、私もお気に入りの無印のスリッパです。でもこの季節、このフライから一番これいいと思うんで、活躍すると思うんで。そうね、冬には多分合わないと思う。でこれ本当に、ね、気持ちいいんで、ぜひご主人に買ってあげてください。ご主人限定なんだ。はい、さあ続いて第7位でん、ドゥルルルルルルン、こちらのビアーグラス。すいませんね、これ一応ビアーグラスなんですけど、あのね、薄作りのコップを探していた時に出会ったのがこのコップで、212キッチンストアか、あそこのお店で見つけたんだけど、ジョッキグラスより声が好きかな、パパは。あー、パパも好き。やっぱりさ、飲み口がさ薄いのってさ美味しく感じるよね。そうそうそう、多分中身は一緒でも。こちら東洋佐々木ガラス薄作り3種飲み比べを楽しむビアーグラスセット。これ3種ということで、この3種が木箱に入っていて、その木箱の裏側にグラスの特徴とおすすめのビールが書いてあった。その木箱はもう処分しちゃったんだけども、で、うちは2人で飲むので2箱ありました。こちらが香り、泡もち、喉越しからビールの種類に合わせて選んで飲むね。ビールの香りを際立たせるならこちら。ちなみにこれは黒ビールなんかが合う。ビールのコクと旨味を楽しむならこちら。ちなみにプレミアム系がおすすめ。すごく掃除機の音がするんだけど、すごく掃除機の音がするんですけど、止まった。ビールの爽快な喉越しを実感したいならこちら。ちなみにドライ系のビールがおすすめ。でさ、すっごい薄作りなわけ。すっごい薄作りなのに耐久性もあって、全面イオン強化加工がしてあって、家庭用食器洗い乾燥機にも使える。
でさ、これさ、まあ処分しちゃったって言ったけどさ、木箱に入ってるわけよ。だからさ、ギフトとかにも良さそうじゃない。で、そんなに高くなかったはず、これ3つ入りで、多分3000円、4000円ぐらいだったかな、確か。ちょっとごめんなさいね、値段が今覚えてなくて、多分この辺に出てるかな。だからね、ちょっとこう、ギフトとかにも良さそうだなと思います。で、これビールグラスなんだけど、もちろんね、ビールは美味しいんだけど、うちはもう本当にワインだったりハイボールだったり、まあ、こうやってコーヒーだったり、結構いろんなので愛用しています。やっぱり薄作りはうまい。第6位、デンドルケイトのリップモンスター。こちらのモンスターデン14番、憧れの日光浴。ネーミングが可愛くない？憧れの日光浴って、なんかこう勝手な妄想だけどさ、情熱の国スペインみたいな、オラグラシアスアディオスみたいなイメージね。で、そもそもこれ以前インスタライブの時にフォロワーさんに教えてもらったわけで、その時は全然手に入らなくて、ちょっと前にドラッグストアに行った時にこれを見つけて、でも本当にもう会計間近だったんだけど、とりあえずオレンジっぽいもの、オレンジっぽいものと思って、これをサッと取って購入した、こちらの憧れのタイル。違う、憧れの日光浴だ。色がわからないまま買ったんだけど、とにかくすごく良かった。ちょっと塗ってみよう。こんな感じ、プチプラなのに、まあ、発色もいいし色持ちもいいし、このちょっとこうツヤ感っていうのが結構持つのよね。びっくり、ほん本当に良き。これはコスパ最強かなと思いランキングしました。他のカラーも買う予定です。ということで、こちら6位、リップモンスターでした。さて、ランキング半分まで来たので、ちょっとここで番外編を。最近購入したばっかで、まあ、使用回数がそんなに多くはないんだけど、これからの季節活躍してくれるものだと思うので、ちょっとねご紹介していきたいと思います。ユニクロのポケットブル UV カットパーカー、サイズは S サイズです。で、ちなみにこれ私去年か一昨年も同じやつ購入しているんだけど、本当に重宝したわけ。だから今回また新たに買い直したんだけど、前回のものとこれはほぼ一緒なんだけど、若干このシルエットがオーバーシルエットにアップデートされたって書いてあった。で、前回のものが今ここにないから比較ができなくて申し訳ないんだけど、まあ、こう着てみると、やっぱりこの袖周りだったり身幅が若干前回のものよりもゆったりしたシルエットになったなっていう感じ。で、これは前回もそうだったかな、確か。この裾にこうコードがついてて、ギュッとこう絞れて形も変えられる。でさ、娘の試合が結構炎天下の中が多いから、やっぱりこの UV カットパーカーは本当に必須アイテムで、小雨程度の水を弾く撥水加工がプラスって書いてあったから、急なこうパラパラパラって降ってきた雨にもこれがあれば安心です。で、ちなみにこの袋がついてて、まあ、ポケットブルなのでね、このパーカーをくるくるくるっとまとめてこの中に入れて、キュッと絞ってちっちゃくなるね、持ち運びにも便利で、以前のものはどうしたかっていうと、以前のものは忘れた時用に車の中に入れてあるの。でも、いざという時にもうこれ忘れちゃった時とかは、車の中の以前のものを使ってるっていう感じね。両方使ってます。第5位、デンドゥルルデン、こちらのの字ラペメーカー。これは人参や野菜の細切りとかができる新型サラダおろし器って書いてあった。私さ、キャロットラペとか好きなわけで、よくさ作るんだけど、人参の千切りとか細切りって本当にめんどくさくて、なんかいいのがないかなって言った時に、また212キッチンストアでこちらを発見したわけですよ。で、これ力を入れずにこう野菜を上下するだけで簡単に細切りができて、人参だけじゃなくて大根やきゅうり、じゃがいも、長いも、まあ、とにかく何でも野菜これで細切りできるんだけど、キャベツとか玉ねぎもみじん切りができるって書いてあった。で、ちなみに付属のトレイがついてるんだけど、この付属のトレイをはめると、少量であればここにはめることができる。だから例えばニンニクとか生姜とかはこれで簡単にスススススススッできちゃう。チーズなんかもおろせちゃう。で、ちなみに画面ではちょっと分かりづらいんだけど、裏と表で異なる両面ブレードで、料理に合わせて粗め細かめの2つの仕上がりが選べるってわけ。まあ、簡単にこれでニンニクとかもすれちゃうから、まあ、まな板いらずで場所を選ばず、食材も散らからないというかなり画期的なアイテム。のの字ラペメーカーです。第4位、デン、ドゥルルルルデン、ゲイスティファイのスマホショルダーでーすイエーイ。これはですね、便利なんですよ。はい、なぜなら携帯電話をかけられるんですねまあ、スマホショルダーですからね、はい、しかも色合わせてますもうこれは両手が空いて絶対に落とさないから、ほっ本当にこれも最強。これいいですね。はい、結構短めでやるタイプなんですけど、いいよね。いい、めっちゃ良き。私は使わない時でもバッグの中に必ず入れてるというね。あとはこれ車の鍵とかもこう、ね、一緒にねかけられるからいいよね。これめちゃくちゃいい。ちなみに私のやつは痛そうだねそれ。え、痛そう
無知じゃないよ。細いから。ここが幅があるから、ね、全然痛くならないんですよ。あ、それは言えてる。私のこちらはレザーコードスマホショルダージェットブラック。そしてトムのお気に入りはこちら、スマホショルダーユーティリティストラップミリタリーグリーン。お腹したよね今。お腹したよね今。バレた。お腹したよ、ね。ずっとしたかったんだけど、グリーンっていう破裂音の時にしたらバレないかなとバレた。プッって言った。じゃグリーンのグでしたの。本当やね。グリーンになっちゃった。グリーンじゃなくて。ミリタリーグリーンでございます。でおしゃれですよね。ぜひねご主人に買ってあげてください。これはやっぱりね、私は特に娘の試合とかは絶対にこれする。もう本当に重宝してるよね、うん、もう急に写真を撮りたい時とかもバッグの中とかで探さなくていいし、ここのまま撮れるし、急な連絡もすぐここで撮れるし、本当に便利。うん、便利。わかる、うん、しかもさ、お財布とかも持ち歩かないじゃない今、キャッシュレスがあるから、うん、これだけで十分だからさ、ここから下げとけばさ、いいバッグいらなくてこれだけで十分なわけよ、うん、間違いない。はい、あ、どんなネックストラップにしようかなって悩んでる方はぜひですね、このケースティファイのネックストラップお試しください。ネックストラップ、スマホショルダーね。スマホショルダー。ネックストラップってなんだっけ。ネックストラップわかんないけど。ということで第4位スマホショルダーでした。あ、それでは私はねこの辺で、あと第3位からよろしくお願いします。皆さんお楽しみに。ということでケイスティファイのスマホショルダーでした。ちなみにこれ、あの子供たちも違うやつを使ってます。子供もさ、やっぱり落とすじゃない携帯とか。だからこういうのがあれば本当に便利で、車の中にも入ってるし、バッグの中にも入ってるし、で子供たち用のやつもあるし、みんな使っていたらトムがいいな、みんな僕も欲しいなっつって、トムにはあのスマホショルダーを貸してあげました。第3位でん、ドゥルルルルルン、トフィーのホットサンドメーカー。ホットサンドメーカーです。こちらもね、2番2キッチンストアで購入しました。キッチングッズだったり、食器だったり、エプロンだったり好きなんです。だからよく2番2にはよく行くんだけど、このホットサンドメーカーを見た時に娘がさ、欲しがって、いや本当はね前持ってたのよ、ホットサンドメーカー。でも壊れちゃって、で全然使ってなかったわけ。ただやっぱ娘がホットサンド食べたいって言うから、これを購入しました。でもさ、ホットサンドメーカーってさ、やっぱいろんな種類があるじゃない。で調べたわけよ、いろいろ。使い勝手とか、このさ焼き跡のさ、この模様があるじゃない。こういうのもいろんな種類があって、私の中でヒットしたのがこのトフィーのホットサンドメーカーなわけよ。で使い方は至って簡単。まず蓋を開けます。コードを刺します。パンを置きます。食材を置きます。パンを置きます。挟みます。スイッチ押します。出来上がり。まあとにかくシンプルで簡単。難しい機能は一切ない。もうこれが最高。電源コードはちなみにここにこうやってくるくると巻きつけてスッキリとするわけで、縦置き収納ができる。でこれを買ってから、うちほぼ毎朝ホットサンド、ね、お弁当とかにもよく持っていくし、さ何が美味しいってさ、ホットサンド美味しいんだけど、この耳の部分がパリッパリになって本当に美味しいわけ。これは本当に買ってよかったアイテムです。第2位、ディンドゥルルディン、こちらチーク、アリーのクロノビューティーカラーオン UV チーク。私のお気に入りはこの02番のじんわりオレンジ。これさ、タイアップで出会ったんだけど、本当にこれ画期的で、こんなの欲しかったってやつだったわけ。だってこれさ、チークなのに UV なわけ。 UV なのにチークなのよ、すごくない？でしかも SPF50 プラス PA4 プラスなわけ、すごくない？だってさ、頬ってさ一番日焼けしやすいじゃない。もちろん日中こう日焼け止めを塗り直しをするんだけど、そこにさポイントメイクまでも UV って、いやこれ本当にすごいなって思ったわけ。スーパーウォータープルーフだから今の時期本当に最強なわけね。これチューブになってて、こうやってピュッて出して本当にちょっとだけですごく伸びがいいわけ。だから本当にこれコスパもいいなと思って、私これ使い始めてどのぐらい経つんだろうか、4ヶ月ぐらい経つのかな。全然なくなんないの。だってこんなちょっとで伸びがいいから、多分今年これ持つ気がする。2023年これで持つ気がする。皆さん、こう頬にポン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 って乗っけるだけで、なんていうの、じんわりと色づくみたいな。私今塗ってんだけどさ、これなんか塗ってます感がないじゃない。ふんわり色づくのが本当にお気に入り でしかもすごいのが崩れにくいのね。で崩れにくいし色持ちもかなりで、ちなみに私のお気に入りポイントがもう一個あって、このコンパクトさね。これ本当に持ち運びにめっちゃ便利で、だって見てよこの大きさ、こんなちっちゃいのよ。で筆もいらないじゃない。だから本当にバッグの中、ポーチの中にピュッと入れられちゃうし、なんならポケットにも入れられちゃう。この小ささ本当に最高です。ということで私の第2位はこちらのアリーのチークでした。さあ最後になってしまいました。2023年上半期本当に買ってよかったベスト1は、こちらグンゼ
ゼのブラキャミソール。グンゼのキレラボから出てるフィッテシリーズのブラキャミソールで、こちらの白 T 比較レビュー動画でも出てきてるんだけど、これ本当にねマジで最高。詳しくはこの動画を見てもらえばわかると思うんだけど、夏も冬も1年を通してこのブラキャミソールを愛用している私ですが、今年はこのクールとついた春夏の新作を購入しました。このね生地がねもう夏にぴったりのひんやり心地いい素材になってて、このカップ部分もより通気性が良く、バストが蒸れることなく暑い日の不快感が減った気がします。で、私はこのベールブラウンとこのブラックを3枚ずつ購入したんだけど、新たにこのハーフタイプ、これも購入してみました。いくらこの生地がねひんやり夏仕様になってるとはいえ、やっぱりこのちょっとこう背中の部分だったりこの腰回り部分も暑いなっていう時あるじゃない。そしてほらちょっと、まあ、へそ出しまではいかないけどミニティとか着る時とかやっぱりちょっとお腹周りがこうちょっとこう出ちゃったりするのも嫌かなっていうね、そんな時のためにこのハーフタイプもゲットしました。で、そもそもなんでこのグンゼをね最初に買ったかっていう理由なんだけど、まあ、もちろんね白 T 動画でもお伝えしてるんですけども、アンダーにゴムが入ってないのよ。もちろんこのハーフタイプも同じで、アンダーにゴムが入ってないんです。締め付け感がないのってやっぱりいいわ。なのにこれすごい形が綺麗だと思わない？私これ初めて見た時になんでこれ形が綺麗なんだろうこのブラキャミソールって思ったんだけど、形がさやっぱすごいとっても綺麗なわけね。だから透け感のあるトップスを着る時もだいたいほぼインナーでよくこれを着ています。で、裾もどちらも切りっぱなしになってるのよ。だから洋服に響かないのも嬉しい。で、胸元もかなりこれ広く開いてるの。結構がっつり広く開いてるから、襟周りが広い服を着る夏なんかにはやっぱりこれおすすめ。とにかく締め付けがなく、でも楽にバストラインも整えたい、さらに夏に心地よく着られるブラキャミソールを着たいっていう方には本当にこれおすすめです。ということで、私の2023年上半期本当に買ってよかったベストワンはこちらのグンゼのキャミソールでした。さあ、ということで今回はもう本当に私が愛用していて今年上半期買ってよかったもの、惜しくもランキングから外れてしまったけどもシェアしたいもの、あとはトムのおすすめ品などをねご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとでも皆さんの参考になれればいいなと思います。まあ、後半もねもし買ってよかったものがいくつか出てきたら出てくればいいけど、2023年下半期もまたね年末にできればなと思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとう。今日も明日も元気にいってらっしゃい。二宮琴恵がお送りしました。またね。